皆さんこんにちは。今回は何スターバーストストリームだっけ、なんだっけ、ちょっと名前忘れたんですけど、これがなんかどうやったらその火力出んのって思ってるビギナーが多いらしくて、なんでわかんないんだけど、ちょっと本当にこのゲームって、その始めたての人とめっちゃ強くなった人だと本当に感覚が違いすぎて、本当になんていうの、これやってると本当にわずかずつしか強くならないですよ、このゲーム。だから始めたての人のそのなんかどう火力出ないかっていう感覚と、強い人のどう火力が出ないかっていう感覚が随分ずれていまして、だからなんで、何がそんな火力出ないのっていう話にはなるんですけど、ちょっと正直言えば書いてあることを満たせばいいだけじゃんって思うんですよね。なんだけど、まあちょっとそういう基本的なことも含めて、まずはちょっとね、組みながら、見せていこうかと、スキルを組みながらね、見せていこうかと、思うんですけど、まず、このね、スターバーストストリーム、これが、なんていうの、HP が 25% 未満の時、クリティカルダメージが上がると。で、同じセットでアスナ2枚入れるとクリーツ 500%。 まあこれ 500% って何なのって思う人は、なんで 100% じゃないのって思う人はですね、ボスには、クリティカル耐性があるとお答えします。ボスによってはクリティカル耐性が 300%、 400% とか、まあ下の階層の方のは、50層以下だとないんですけど、60層以上とか、そう、ロスト階層とか、夜叉階層とか、上になればなるほどクリ率、あ、違う、クリ耐性か、上がってくんで。で、まあ、ロストあたりだとクリ耐性 100% なんだけど、まあ、夜叉になってくると、まあ、クリ耐性が、200%、300% とか、クリ耐性、ボス自体のクリ耐性と、ボスにかかってるクリ耐性バフ足して300、400とかになってくるんで、こういう 500% の、効果がついています。で、まず注意点、そのスキル編成、解説する前にちょっと注意点なんですけど、どんなにスキル編成頑張っても、なんていうの、属性耐性っていうのがついてるボスに、ボスと戦うときは、本当にダメージが出ないんで、ロスト以上、まあ、ロッソならまだギリ入るかもしんないだけど、ヤシャあたりから、85層以上のフロアボスとかね、ソロカオスで言うと、まあ、175あたりなのかな。まあ、175ならギリ出るかもしんないですけど、そういうボスと戦う場合は、まあ、本当にダメージが出ないです。まあ、本当に頑張れば出るかもしんないですけど、刻印とか入れてね。まあ、出るかもしれないですけど、基本的には残属性の弱点と戦うときしかダメージが出ないと思っていいです。イベントなら大丈夫、属性耐性ついてないんで。で、まずこのアスナ2枚と HP25% 未満っていうのを満たしたいですよね。で、まず、アスナのスキル、こうやって調べるとですね、この片手直剣のスキルでアスナっていうと、まあ、こういうのしかないですけど、これもちょっと弱いですよね。覚醒率も上がんないしっていうので、まあ、こういうのが誰でも持ってるかというとそうでもないっていう話で、じゃあどうするかっていうと、まあ、こういうね、なんていうの、アスナの、覚醒スキル、まあ、アビリティの方でアスナの、まあ、強い覚醒スキルがあったら、こういうやつね、こういうやつで、まあ、満たすのがすごくいいです。まあ、ただし、これ片手直径編成でこれ入れるんだったら、アリスを入れると弱くなってしまうんで、例えばお茶会最初アリスも入れたいとか、そういう人は、ちょっとこういうのだと相性が悪いで、そういうキャラ条件とかを見ながらね、まあ、入れていくといいかと思います。今回はちょっと説明しやすいように、アスナの覚醒アビリティも持ってないっていう体で話していきます。で、アスナの覚醒の、片手再建でいいんですけど、まあ、こういうの装備 すると、
あのソードスキル使用不可ってなるんですけど、覚醒なんで覚醒中強くなる、その覚醒率上がったり、この飛戦っていうのが発動したりっていう攻撃力 5% 上昇のやつとかねっていうので、まあクリティカルが出るので、例えば心眼っていう、覚醒効果、クリティカルダメージが 7.5% 上がるやつ、まあこういうやつがあるんですよね。まあこれはテイレズコラボなのでもう手に入らないんですけど、まあこういう、心眼の、アスナの片手再建のスキルがあるんです。他にもね全然あるんですよ。どれかな、例えばこれかな、あそうだこれ、こういうやつとかね、まあ、シンガーとか、まあ何でもいいんですけど、何でもは良くないんだけど、まあ飛戦とかシンガーがいいんじゃないかなって俺は思います。で例えばまあこういう片手再建の、まあ、覚醒のレイピア持ってればいいんですけど、本当に始めたてだとちょっと持ってないと思うんで、そういう人はですね、例えばまあこういうさ、誰でも持ってそうなあの星1とかさ、あのガチャで当たったようなまあこういうやつでもいいんで、本当に覚醒とかなかったらだよ。で覚醒とかあったら、まあそうか、アスナ以外の覚醒のソードスキルあったら、まあそれ入れるのもいいですね。いいんですよ。なんて言えばいいんだろうな。まあとにかくまあ満たして、そのクリティカルが出せないんだったらこれをまあ入れた方がいいですよ。例えばまあこういう、作詞バフって言われてるやつ、作詞のアクスアルゴについてるバフなんで、これは作詞バフって呼ばれるやつなんですけど、まあ、正式には、外周一色4バフとか呼ばれるやつで、まあ、最大 HP が12万5000以上になるとだいたいクリ率 100% ぐらいになるんで、まあ、こういうのとか、まあ、クリ率、まあ、最大 HP がなんていうのあんまり高くなくて、クリ率が 100% にならない人は、まあ春雷とかね、まあ、春雷ってあの覚醒効果でクリ率が上がるやつで、まあ、とにかく、まあ、ソードスキル使用不可でもいいんで、まあ、アスナなんでもいいから、ちょっと入れる。まあ、特に本当に始めたての人は、このね、装備コストっていうのがございまして、あの、レベルが上がんないと、あの、いいスキルを装備していけないんで、まあ、この点、装備コストが、42もあるんでね、これ。なかなか装備しづらいっていうことで、まあ、この低コストの星1とか入れるのも、まあ、いいんじゃないかと思います。で、まあ、これで、まあ、アスナの条件は満たせたんですけど、まあ、さっき言ったと思うけど、このアスナ2枚以上っていうので、クリ率、まあ、上げて、これでクリダメ上げるのがめっちゃ強いんで、いいんだけど、まあ、そういうのもきついんだったら、まあ、最悪、あの、ヒースクリフさえ入れなければダメージが 100% 上昇するんで、まあ、最悪ね。で、この HP25% 未満っていうのが、例えばですね、熟練インゴットっていうのがございまして、こういうやつですね、経験値インゴとか、熟練インゴっていうのがあって、まあ、あの、なんていうの、ダンジョンボスを周回して作るインゴットで、まあ、こういうのがあるんですよね。で、これが、まあ、3層、4層、5層、6層、7層、8層、9層のボス倒したら作れるやつで、ちょっと上の階層行くとですね、こう最大 HP が 50% 低下っていうのがあるんですよね。こういうやつを裏セットの武器につけます。まあこれ今ちょっと装備してないんで、ちょっと装備しますね。そうすると最大 HP が 28000いくつになっている。で、表セットは、まあ、9万になっている。まあ、9万っていうと、あれか、28000の4倍で、西が8、シハ32、11000ちょいか。だから11000ちょいになるように表セット、調整していく感じですね、俺のステータスで言うと。だから、まあ、ここに、まあ、いろいろ普通にアビリティ装備していけば、まあ、10万1000以上になると思うんですよ。まあ、覚醒すると、覚醒時に最大 HP が上昇するんですよ。まあ、例えばこれ装備してみます。するとですね、覚醒時最大 HP プラス 30% ってなるんで、覚醒の時に一気に打てば、そうですね、最大 HP 25%、最大 HP じゃない、HP の 25% 以下っていう判定になるんで。なので、まあ、普通に、アビリティで装備していけば、俺の場合は自然と、まあ、10万いくつかになるんで、
まあ、10万とかじゃなくてもいいですよ。あの、HP の4分の1ならいいですよ。これ 25% って書いてあるんで。なんで、自分の HP の、まあ、4分の1測って、なるかどうかっていうのを、まあ、調整していけばいいのかなと。調整してやればいいのかなって思います。これ全部 50% のね、ついてます。で、あとは、なるべく多くの覚醒を入れたいんですけど、あの、覚醒を入れるためには、その、ソードスキル枠、やっぱいっぱい必要なんで、まあ、表セットに、例えば、コネクトスキル入れて満たすのもいいんですよ。まあ、短期決戦だとめんどくさいからつって、まあ、こういうのね、入れることもあるかもしれないです。で、これにですね、発動条件、生属性、非属性、風属性、残属性ってあるんで、この、属性の順番通りにスキルを打っていくと、このバースト条件というのが満たされます。なので、正、非、風と満たしたいんで、ここの、これ75層ストーリーで手に入る、この不動の信念、非スクリフというのがあるんで、これに、正、非、風を、連結 していきます。片手直径の正属性。ってなると、まあ、なんでもよくはない。まあ、できれば、まあ、バフ効果が発動するものだったり、こういうデバフとか、発動するのが望ましいんですけど、ない場合は、これが確か13層だったかな、何層だったか忘れたんですけど、ストーリークリアで手に入ります。確か13だった気がします。で、非属性ですね。非属性は、まあ、これ。まあ、モーションこれ早い。ただ、ボスが突進するときとかは、ちょっとこれ、攻撃外しやすいんで、まあ、これとかはちょっと遅いんですけど、まあ、これ、何イベント、常設イベントの、なんだっけな、アナザーワールドだか、なんだっけな、アナザーワールドと、不思議な二人とそれぞれの最下だっけ、なんか忘れたけど、なんか、青バラのフラグメントっていうアイテムで交換できるんで、イベントやってると。まあ、今回は便宜上これにしますね。便宜上というか、なんでもいいんですけど。なんでもいいっていうか、説明のためにはなんでもいいんですけど、できればバフ効果がついたものが。で、これ。これが20層ストーリークリアで手に入ります。で、これを装備しても、これ連結してもいいし、まあ、これが、何層だっけな、随分後の層になるんですけど、100層の後の第2章ってストーリーであるんですけど、そこで、手に入るやつで、83層だったかな。で手に入るんですけど、まあ今回はこれで説明しよう。まあこれ20層で、ストーリークリアで手に入るんで、まあ風、まあ例えばこういうね、あのモーション早いやつとかあったら、まあそれでもいいんですけど、まあ今回はこれちょっと連結してみます。で、実際には、この発動条件が正、非、風で、もう一個残なんで、なんかもう一個残打つ必要があるんですけど、ここにはこれしかないんで、で、こっち打つとなると、これのクールタイムが発生してしまうんで、バーストで次打てないというところで、まあ、裏セット片手直径にしようか。まあ、片手直径の装備セットが、まあ、これでいいや。これで装備して、ちょっと、装備が、あれか、これ、あんまりスキル揃ってる体で話すと、そんな持ってないよって言われちゃうんで、これ裏に装備しますと。で、あとは何でもいいので、残属性の、まあ、スキルを入れますと。まあ、何でもよくはない。できればバフ効果がいいものがいいんですけど、まあ、そういうの持ってない時はどうするかって話ですね。で、確かこれ初期装備かなんかで、なんか装備されてたような気はするんですけど、まあ、これにしときますか。ちなみにですけど、ここ、非属性、これ連結したんですけど、例えば、これ敵のヘイトを集めやすいって書いてあるんで、50層以下だったらまだギリ許されるかもしんないですけど、61層以上とか85層以上とかで、これはタンクがいるときはマジで使わない方がいいです。タンク自身が使わならいいですけど、タゲを奪ってしまうんで。で、これなんで星1入れたかっていうと、消費 SP が少なくてクールタイムが短いから。
星1とかめっちゃその何星が少ないやつ、レアリティ低いやつはそういうあの消費 SP が少ない、クールタイムが短いっていうのですごく使いやすい。だからちょっと攻撃外したりとかでもあのすぐに復活できると。でまあ一応今回はまあ一応なんていうのかな、保険で他のは入れとくけど、基本的にはそのコネクトと他の残属性で、まあ、満たすんで、これらはそんないらないですけど一応つけとくか。いや、ちょっと説明のためにわかりやすくするためにちょっとこれにしとくか。ってなると裏セットでバーストが満たせるんで、表セットにまあなるべく覚醒を1枚でも入れたくなるんで、なんかこのアイコンにこうこれ数字が書いてあるじゃないですか、この突き進む英雄キリトの5って書いてあるんですよ。これが覚醒スキルですね。覚醒スキルって見るとここここ押すとね覚醒効果が見れるんですけど、これが覚醒スキルってやつですね。であとはこの発動条件を満たすためにはもうあとはヒースクリフ入れないだけなんですけど、そうそうヒースクリフ入れちゃダメだから、さっきのこれこのヒースクリフを表に入れてはいけないですよね。配布なんだ、そうだ忘れてたわ。だから表にさっきのコネクトのヒースクリフ入れちゃダメなんだ。であとはアビリティはなるべく覚醒を1枚でも多く入れる。でヒースクリフ入れたらあの効果が発動しないんで弱くなるっていう点に注意ですね。であとは俺はたまたま持ってるんで、まあパワーライズ、まあ今回はちょっと分かりやすくこれかパワーライズだけど、いやでも、まあ、例えばですけどこれ自然属性がない、ね、自然属性っていうのは残突打以外の属性ですね。火水土風闇生の6つなんですけど、あの武器属性残突打の場合はこのデメリットが関係ないんですよね。生属性ダメージが低下しっていうので関係ないんでこれ入ってます。でこれ入れたら、まあ、シノン条件があるんで、まあ、シノン1枚以上っていうので、これでシノン入れあのいいの持ってないとここにさらにシノン入れたくなるのに入れる枠がないっていうのでちょっと困ったりするんですけど、ここ、シノンで検索しますね。するとまあ俺の場合はクールウィッチシノンとか、まあ、出てくるんでこれを入れたくはなるんですけど、まあ、例えばですね、まあ、他のパワーライズで言うと、まあ、こういうやつ、キリト2枚条件のやつがあって、しかも非戦で攻撃力が 5% 上がると。まあ、こっちにすれば、まあ、シノンじゃなくても、例えば、まあ、ユージオとか入れることが、まあ、できますね。まあ、ただ、クリティカルを出すのであれば、これが、この魂の色という、効果があって、これがあのこの指定されたキャラ装備すればするほどあの効果がくっついてくるんですけど、ここユージを入れるとクリダメが 10% も上がるんですよね。これがいいので、まあユージオも入れてっていう感じで、まあ、例えば、まあ、ユージオで言うと俺が持ってるやつだとユージオ歴戦とかもありますし、まあ、もしそういうのもなければあのソードスキル側にユージオの覚醒、あの例えばアスナの覚醒のさっきのパワーライズのやつで強いやつだったら、ここは1枠アスナ入れなくて済むんで、アスナの覚醒で言うとこれかこれこれこれ、こういうのがあったら、まあ、ここ1枚他のやつにできるんで、例えば、まあ、ユージオの覚醒スキル何でもいいんで、まあ、ここ入ってくると、まあ、こういうやつとかね、これ心眼だしっていう感じで、こっち非戦かで心眼で、まあ、入れてっていう感じで、ここ青バラキリトに、あでもそうかアスナ2枚にしちゃうけど、これ友情条件を使いたいとこれも入れるからパワーライズが2枚になっちゃうか、まあ、パワーライズ2枚って言ってもこっちはこっちなんていうの、こっちも攻撃力 18% 上昇する効果あるし、こっちは、攻撃力が 20% 上昇する効果があるしっていうので、まあ、別に入れてもいいなっていう感じで、これはあのライトマジック防御力が上がるやつなんですけど、あのさっきのクールウィッチシノもそうなんですけど、あのこれ防御依存なんですよね。いや防御力 ×2 攻撃力が上昇する効果があるんで、これを生かすために、
まあ、ていうかこれを入れると強くなる、本当に防御力パーセント、あと攻撃力パーセント、あのダメージ計算式ではそうなってる、あのパーセント上昇がいいんですよ。できればこの防御パーセント上昇、超えるのを攻撃力パーセント上昇がいいんですよね。であとはあのできれば歴戦の剣技っていうやつがあったらそれを入れたい。ただ、まあ、この歴戦の剣技ってやつはレベルが高いほどあの攻撃パーセントが上昇するやつなんで、まあ、これを入ってるんですけど、あまりにもクッソレベル低すぎたらちょっと、まあ、入れるのを、まあ、敬遠しようかなっていう感じで、でこれが、クールウィッチシノン、これがシノン条件なので入れますと。でこっちに、U 字を条件満たすために入れますと。で、まあ、ここで本当はこれがフルバーストスキルだったら、まあ、フルバーストアビリティ入れたいなっていうところではあるんですけど、まあなんかないんで、普通のバーストなんで、まあ、これを入れる感じで、あとはアスナ2枚条件だからこれどうなんだろうな、まあ、とりあえずこれでいいんですけど、決戦のフルバービーとかあったら、まあ、フルバだったらそういうの入れるんですけど、まあ、普通のバーストだから、まあ、あとはこういう歴戦とかなかったりあまりにもレベルが低かったりした場合はできれば覚醒で攻撃パーセントが上がるやつ、例えばこういうやつ、これが攻撃パーセントが上がる。で覚醒が本当にない場合はこの安らぎの笑顔ゆいっていうのを入れるのがおすすめです。でちなみにこの安らぎの笑顔ゆいは精神統一3で攻撃覚醒率5上昇っていうので、これと、まあ、被ってるんですけど、始めたての人はこれとか持ってないと思うんで、まあ、これとか、まあ こういうのでも、まあ、HP75% 以上の時にね、あの攻撃 18.4% 上昇するんで、でなんか本当にね歴戦とか持ってなかったらですよ。でまあユイの応援って言って HP30% も回復するんで、それで HP が 75% 以上になりやすいっていう感じですね。でまあそういう感じで入ってます。でこれ覚醒レベルを5にすればスイッチゲージが、半分まで溜まるんで、覚醒起動時にで使いやすいっていう感じですね。でこの安らぎの笑顔ゆいなんですけど、この攻撃強化2っていうのがあるんですよ。でこの攻撃強化2ってやつ、例えばですけど、小さな勇者銀っていうスキルがあるんですよね。これ攻撃強化2って効果名が被ってるんですよ。あので SAYF ってあの効果名が被っているとなんていうのかな、これソードスキルについてっていうところを押すと、あれ違う、あ、これか。あ、こっちか。あ、ソードスキルじゃねえや。アビリティ。アビリティの効果名が被ると片方しか発動しない。まあ、厳密に言えば、この同じ効果名いっぱいつけるっても、その中で一番この効果量が多いやつ1枚しか発動しないっていう効果ルールがあるんですよね。まあ、だから、例えばこれとこれ、安らぎの笑顔良いと小さな勇者銀、どっちも装備するビギナーがいるんですけど、まあ、こういう感じにね、やっぱ攻撃 8% って、その始めたてだとやっぱ何あんまりそういうのなかったりするんで、これはいい方なんじゃないかなと思って装備すると思うんですけど、それだとちょっとあまりにもそう効果か片方発動しなくて、まあ、あまりにも弱いという感じで、あと本当に何も持ってなかったら、でもこういうのにはなる、いやーこれはちょっと装備したくないね。まあせめてこっちか。いやーでもこれもちょっときついね、あまりにもきちい。何もなかったら、あー頼れない兄貴か。攻撃力低下中だから、でも攻撃力下げるスキルって配布だとあんまりないかな。あとは、残属性の、なんだっけな。なんか配布、ストーリークリアでなんか、あ、なかったっけ、なんだっけ、
残属性ダメージが弱点ダメだっけな、上昇するやつの方、なんかキリトのさ、なんかなかったっけ、あった気がすんだよな。どれ、なんか見つかんねえ。あ、これ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 、あ、でも14点。あ、まあまあまあ、あ、このとつり具合だと 14.4% か。なんもなかったら、まあ、まあ、これでもまあまあ、マシな方なんかな。ブレクチョン的な攻撃力とか。なんかあんまりいいのないな。あと、これ指輪に入れたりとかか。固定値、なんか本当に始めたてだと、あの、固定値があまりにも低すぎるんで、で、固定値っていうのは、これ攻撃力が53上昇とか、その攻撃力整数分上昇するものを固定値と呼んでるんですけど、あの、レベル1へ上がると攻撃力が1とか2上がるんで、実質これ攻撃、何、レベルが50ぐらい上がったようなもんなんで、本当に始めたてだと言ったよ。あの、ある程度強くなったらその固定値っていうのを上げても、ほとんど意味がなく、ほとんどっていうかあんまり強くなくなってくるんで、その、なんていうの、この効果、この効果を使う場合だよ、この防御力 ×2 上昇っていう。まあ、本当はね、細かくダメージ計算式とかでちょっと説明したいんだけど、まあ、そういうの言っても多分なんちゃらほいっていう感じなんだろう、だろうっていう感じなので。で、まあ、とりあえず、さっきのアスナの、まあ、パワラでも入れとくか。まあ、パワラ1枚あれば別に。いいんですけど、まあ、今回はアスナ2枚とか、まあ、友情条件とか満たすのに今入れてますね。で、あとは、指輪の作り方、指輪とか、始めたての人は指輪とか作ってる余裕ないと思うんですけど、まあ、こういう、まあ、指輪っていうのはストーリーで50層をクリアすると、あの、使えるようになるコンテンツで、これが、あの、装備すると、エクストラアビリティっちゅって、こういうね、なんていうの、このアビリティに丸ポチ、緑の丸ポチがついてるんですけど、その丸ポチついてるやつを指輪に装備することができるんですよ。で、まあ最初本当に指輪に装備できるやつとか、まああんまないんだろうと思うんで、まあ。まあこういう優先キリトとかですね。まああとは、まあこういうシニックスマイルとか、まあ持ってるやつとりあえずいろいろ装備して、で、まあ、なんていうの？あの、このクラインジムっていうのがあるんですよね。昔エギルジムだったんですけど、今クラインジムになってます。このトライアルジムっていうやつで、あの商業区にあるんですよ。掲示板の横に。ここで、あの、試し打ちすると、試し打ちして、で、なんかあの高いダメージ出たやつが一番いいんで、まあ、俺のステータスだとちょっと参考になるかわかんないんですけど、で、まあ、どういう感じでやるのか、ちょっと実際にやってみますね。これ、ここ、斧と剣の切り替えるマークがあると思います。これ、クイックチェンジって言って、セット1とセット2を切り替えることができます。こっちセット1、こっちセット2。まあ、簡単に言うと、こっち表向き、裏向きっていう感じで、まあ、メイン武器とサブ武器っていう感じ。メインセット、サブセット、装備セットを分けることができるんですけど、戦闘時に瞬時にこうやって切り替えることができます。まあ、このクイックチェンジもね、ちょっとね、クールタイムがあるんですけど、これ、まずサブセットに切り替えます。で、サブセットでコネクトを打ちます。で、コネクトを打つと、最初、静属性打って、次、火属性打って、次、火属性打つ。で、ここに最後、ネクストザンって出るんで、ここ、打ちます。ってなると、満たされるんで、表セットに切り替えて、このラッシュっていうのを押します。で、このバーストを打ちます。これで、あれ？あ、そうだ。ミスった。これ、斧じゃなくて、片手剣にしちゃったからか。ちょっとね、今ね、ミスりましたね。で、ちょっと一旦、これあの、ダンジョン内扱いなんで、コネクトじゃない。インゴットが変えられないんで、一旦出ます。で、これ今ミスったんで、メニューアイテム強化交換。で、武具強化、錬成。左に錬成ってあるんで、これで、ちょっと、分離っていうのをやります。
分離1000円かかりますね、1000コルで、これで片手直剣に変えまして、まあブロンズソードとか、これあの検証のためにね作ったやつなんで、まあまあ何でもいいんですけど、裏吹きなんで、まあ何でもよくはないか、何でもよはまあ何でもいいっちゃ何でもいいけど、何でもよくないといえば何でもよくない。でこれでどれだ、熟練インゴット、この最大 HP が 50% 低下ってやつをいっぱい積みますと。でこれでこれ戻すと、ほら今3万5000になって、で表セットに戻すと11万7583点で、これ改めてちょっと、トライアルジムに入りますと。まあ、なるべくね覚醒多く入れたいんだけどね、まあ、初めはちょっとスキルとかないんで、別にさっきと同じように、コネクト打ちます、生属性打ちます、火属性、風属性、残属性で表セットに切り替えてラッシュっていうボタンを押して覚醒ってなると、コネクトで何スイッチゲージが満タンまで、あ違う、半分まで溜まってたんか、たまたま、あこれ1638枚いったの、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、もう一回やるか、ちょっともう一回やってみますね。でもう一回入る、なんでもう一回入るかっていうと、ちょっと覚醒を使ってしまったからです。で、ここ入りまして、でコネクト打ちます。で1発目生属性、2発目火属性、3発目風属性、4発目、この時点でスイッチゲージが半分まで溜まってるんで、これでさっき の, 安らぎの笑顔ユイを使うとスイッチが半分まで溜まります。でここでスイッチ打ってからバーストを打つと結構よくて、でなんでスイッチ打ってからがいいかというと、ですね、メニュー、ステータス、武器熟練度、片手直剣を選びます。で、右下の熟練度スキルって選ぶと、熟練度スキルが出てくるんですけど、まあ、これは極意のハリビンというアイテムで解放していける、スキルですね。これはスキルレコードとかじゃなくて、自分の努力分で、どんどん習得していく方の、スキルでございまして、で、これですね、片手直剣の、何熟練度スキルで、スイッチ命中直後に攻撃力と防御力がそれぞれ 5% 上昇するバフを付与っていう、直剣の一撃っていう熟練度スキルがあるんで、片手直剣で防御依存、攻撃力依存、まあ、これ防御依存なんですけど、まあ、攻撃力が上昇するやつなんで、これに攻撃パーセントも入れればさらに上昇するってやつなんで、攻撃力と防御力を上げたいんですよね。だからなるべく片手直剣で、そういう防御かけに効果を打つときは、このスイッチを打ってからがいいんで、まあ、直剣だと、まあ、なるべくそのスイッチを打ってからにがいいんじゃないかっていう意識をな、まあ、なんとなくでも持っておくといいのかなって。で、ちなみにですけど、まあ、そういうそのスイッチ打ってからが、まあいいっていうのは、片手直剣だけじゃなくて、他にもそういう効果が結構あったりする。こうスイッチ命中直後とか、まあステップ直後とか、まあそういうのがあるんで、こうですね、これもスイッチ命中直後とか、ちょこちょこあるんで、あ、これ、弓だとね、三日月っていうのが結構強くて、攻撃力 30% も上昇するんで、スイッチ打ってから強いスキル打つっていう意識はあってもいいんじゃないかなって、なんとなくでもいいんで。まあ、そのスイッチ打ってから、まあ、例えばバースト、フルバースト入れるっていうのは、刻印を入れるっていう意味でも、まあ、なんかそういう、なんていうのかな、なんとなくそれ入れたらいいんじゃないかっていう感覚は、まあ、あっていいんじゃないかなと思います。で、刻印って何かっていうとですね、刻印っていうスキル効果があるんですよ。で、これを打つと次敵が受けるダメージを2倍にするってやつで、まあ、パーティーだとタイミング合わせてやったりすると強い効果なんですよね。パーティーメンバーがこれから刻印打つよって言って、火力出す人が次に打つんだけど、その刻印をみんな消さないように気を使うやつで、でソロだとこの刻印っていうのを小春のスイッチ枠に入れることで小春が打ってくれて、
で、その乗った刻印に、そのスターバーストストリームとか、まあ、こういうね、バーストフルバーストの強いやつ。まあ、これだけじゃないですよ。バーストとかフルバースト、全般に言えるんですけど、そういう強いやつを乗せていくと強いっていう話で、まあ、それについてはね、まあ、刻印の乗せるタイミングとかあるんで、刻印を先にね、このスイッチで打ったスキルで消費しないようにね、あの、ソードスキルのモーションの衝撃の入りの速さとか、あの、刻印が当たるまでどれくらい遅いかとかね、そういうのをね、あの、エギルジムじゃなくてクラインジムで、調べながらやるんですけど、まあ、そういう感じで、まあ、これじゃなくてもいいですよ、別に。まあ、このコネクトで満たせるっていうのもちょっと言いたかったんで、これで、まあ、言ったんですけど、まあ、例えばですよ。例えば、まあ、これ、75層までストーリー進めないと、このヒースクリフは手に入んないんで、まあ、これで、聖、火、風満たせばいいんですよ。だから、これ、13層で手に入るこれ、入れます。で、これで、火属性。火属性。これじゃない、まあ、これがいいかな、うん、何でもいいんですけど、あの強いバフとかなければ。で、次風、まあ、風だったらまあこれかな、20層で手に入る。で、あとは残属性何でもいいんですが、まあ星1が一番使いやすいかな、モーションも速くて、まあ、これならね、防御力、あ違うこっちじゃない、これ押したのに、なんでこれ防御力低下のねやつとか、上の層行けば行くほどこういう防御力、あの上のボスの方が防御力高いんで、もう50層以下だと防御力、ボスの防御力が低すぎてちょっと打っても微妙なんですけど、まあ、まあこういうやつで、でこういうやつね、あの裏セットに装備しますと。で裏セットに装備すれば、このね、あのまあもう一回ちょっとトライアルジムで見せますけど、まあ、こういうところでわかると。で、まず一発目、聖属性打ちます。で、火属性、風属性、で、もう一回残属性。で、これで表セットに切り替える。で、すると、これで、スイッチを打つと。で、バースト、打てると。チュイン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 と。これで、1600万くらいいくか。俺のステータスだと。まあ、そういう感じですね。まあ、裏セットでバーストを満たすっていうのは片手直拳じゃなくても別にできるんですよ。あの、聖、火、風、残当てればいいんで、まあ、ただその属性を持っているかっていう話と、また、例えば、まあ、弓だったら、まあ、残属性のソードスキルが存在しないし、片手コンだったら、片手コンもそうか、残属性の、何スキルが存在しないし、片手コンは凸も存在しないかな、だと思うんで、まあそういうのを考慮で、まあた、でもなんていうの、レイピアだったら、片手再建だったら残とか正とかもあるんで、まあ奇跡的に満たせたりすることもあるんですけど、始めたてで全然スキルがなかったら、まあこういうやつで、まあ満たして、こうね、正、非、風、こう、これでまあクールタイムが回復してたんで、まあ、こういう感じで、まあ今覚醒中じゃないんで、ちょっとね、覚醒中じゃないっていうのと、あとは HP が 25% 以下じゃないかな、今11万、5000で4分の1してもだいたい、そうですね、4分の1超えちゃってるんで、まあこういう時はちょっとまあ、微妙になってくるんですけど。で、まあ、HP25% 以下で残して戦う場合は、ちょっとあの、敵から受けるダメージとかね。あの、なんていうの、これくらい、食らっても大丈夫かなっていうのでやる人もいる。その、例えば、どういうことかっていうと、まあ、さっき、ま、2万何千かだった、3万5千か、俺の場合。残ってたと思うんですけど、まあ、それくらい残して戦う場合はですね、なんて言うんだろうな、敵から受けるダメージ、毎回攻撃受けるたびに、いくつダメージってこう表示されるじゃないですか、いくつ食らったみたいな。
それを見て、あ、この攻撃一発食らったらどれくらいその残り3万5000にした時にあのどれくらいこれ食らうかみたいな、例えばこの3万5000残りの時に、まあ、1万とか2万とか食らうんだったら、まあ一発は耐えられるなっていう感じで、まあ、あの戦っていくと。で、まあ、バースト中は無敵時間になるんで、まあ、そういうのも、まあ、考慮でっていう感じですね。あとは何がある？説明すること、まあ、こういう強いやつばっかりさあるとは限らないから、その始めたての人は最悪この、まあ、こういうやつなかったとしても、なんていうの、攻撃力が何十パーか上昇するやつ、防御力何十パーセント上昇するやつっていうのを優先して入れて、 できれば攻撃力とか防御力上げるやつを入れた方がいいと思います。まあ大体そんな感じかな。タゲガイ効果とかは、まあ後です、まあ後でいずれ説明しようかな。まあ大体そんな感じですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。